元の歴史のタイムラインでは、佐伯に騙された直後に私はメガプレイボーイになりました。佐伯は俺の大量生産本能、いわゆるメガプレイボーイ本能を本当に引き出してくれることが分かった。つまりカリンが私に打った間違った弾丸は彼女が自作した DCM だったということです。誰かの性格を完璧にフィットするように変えることができます。私の本能を取り除いて問題を完全に解決したわけではありませんが、カリンの存在だけで私のメガプレイボーイの性質をなんとか抑えることができます。最後にカリンの上司は彼女の提案を受け入れました。彼女は私の後見人になり、24時間連中無休で私に付き添ってくれました。つまり彼女は私の同級生になり、ルームメイトにもなりました。未来のテクノロジーでは偽の ID を偽造して不駒高校に入学することは簡単なことです。一方で私にはクールなお母さんがいることを認めざるを得ません。彼女は実際、彼女の女性アレルギーの息子が最終的にアミ以外の女の子と付き合うことができるという事実を祝っています。リュウジの問題はメガプレイボーイにならずに潜在能力を解放する計画だ。それは実際には体力の問題ではなく意志力を高めることであり、メガプレイボーイの本能を克服するのにも役立ちます。そして最後に佐伯について、その日以降彼女も私を避けているように感じます。問題は解決しました。優秀な。とにかくそれはカリンの計画でやらなければならないことです。私の本能を何としてでも取り除くことによってこのクソな世界を救う計画。